お疲れちゃんです。ラットです。そして滑舌失礼します。ここからです。はいし。というわけで、はい、ですね。はい。クラロワリーグの、まあ、シーズン1ですね。アジア、はい、優勝しましたというわけで。はい。パチ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 。はい。というわけでね、まあ、昨日のね、VS ゲームイズ戦、まあ、決勝ですね、うん。決勝の試合をね、まあ、振り返っていきたいなと思います。ます、はい、はい。まあ、まずは 2v2。そうですね、まあ、すごいあちあちの試合にね、まあ、なったんですけども、まあ、ね、やちこりくん、そうですね、因縁のやけどりくんと、まあ、我々はね、初めまた 2v2 で、まあ、出回ってね、はいはい、6勝という敗、そうですね、まあ、この現時点では、まあ、6勝無敗のこのね、すごい、フラットライキペア。まあでも相手も絶対 2v2、 そうだね、相手も、そう、相手もあのこのアジアの、まあ、12チームだっけ、うん、の中で多分僕とライキさんが、まあ、成績で見たら一番、まあ、勝率、勝率は高い。でも勝利数で言ったら一番このね、焼き鳥ユイヒーロペアがね一番強いんで、まあこのアジアのねトップ 2v2 トップ2の対決みたいな、あちあちですね、あちあち、あちあちの、まあここ、本当にね、ゲームイズ結果やっぱりシングル鬼強い、そう、シングルにその KK 選手にロラポロン選手にっていうね、この打ち越し系はね、やっぱ 2v2 合式も、そうさすがにね、この 2v2 落としたら結構負ける率がすごい高くなるんでね、どうしても 2v だけは死に物狂いで取らにあかんなというわけで、まあ最初ね、ここそうね、で僕ら、まあ、これトルネランババも僕らも全試合トルネバンしましたね。あ、結局ね、そういえば結局もう脳死トルネバンですね脳死でで、ランバーバンでゴルプリで僕らがキョスケホグ、はい、相手がゴルプリですね。でも 2v2 だったらそうですね、まあ毎回むずいんだよな、難しいね、わかんないもんね。そうだね、ここは相手がやっぱ普通にね 1v1 と同じようにゴールも割いたら逆再試験攻めてきます。でここで相手のエレキがもうこれめっちゃ美味しい、これのおかげで勝ってたまでありますね。1戦目はこれで、まあ、ダメージ受けちゃってるんですけど、その分、うん、でもこっちのダメージも入ってて、こうしっかりクエイク2発、そう、相手はこのゴレに2クエイクが入ってるゴレで、相手の、まあ、攻め方としてはそうですね、基本的に 2v2 は施設が絶対入ってくる環境、うん、まあ、ほぼ確でインフィニットタワーが入ってくる環境になってて、はいはいはい、まあ、それをこのニックエイクで突破して、まあ、ゴーレムで基本的にダメージを稼ぐ、ああ光栄級よりゴーレム、そう、光栄っていうよりは、まあ、僕らしかも巨石入ってるんで光栄が吹っ飛んじゃうんでね、うん、そゴレプラスのこのニックエイクでゴーレムのダメージをスペ他のねポイズンとか使いつつゴレでダメージを稼いでいくっていう間のデッキですね。まあ僕らもこういう感じのデッキを使ってたんで、その分かってましたね。で僕たちはまあそのだからゴレをできるだけどう溶かすかっていうのね、ああもうミニペコ極強を使って、ね、インフェルタワーで基本溶かせるけどニクエイクによってもう全く働かないんで、もうないようなもんなんで、僕たちはゴレをもうアイスイズミニペコオモリとかで溶かさないといけなくなってしまいますね。こういう場合ってインフェルタワーはガシかもう出さない方がいいの？あ、もう出してもいいんだけど、結局出しても無意味になっちゃうから、できるならば出さずにもうここを溶かしたい。なるほど。だからもう早めにミニピとか出して溶かすんですけど、多分、うん、このヒュータワーは、まあ、置かなくても多分良かった。別に置いてもまあ悪くない、相手にそのクエイクを咲かせれるから、うん、だからもう2個ぐらい上にしとけばタワーとイフィヌタワーを巻き込めない位置に、まあ、できてたなっていうのはライクさんと話しましたね。でもここはもうあれですね、そのもうダメージ限界まで許容して最後こうワンパンで持っていくっていう、ここでいかないかって負けだったんで、まあ、もうほぼほぼ決外かもね。でここであれですね、初登場ライキさんの、ライキさんの神フリーズですね。もう本当にうわーいしょーってもうそう、僕が最後からポイズンってもうラストライキさんの神フリーでしたね。こっちのカーももうスペル圏外まで、そうそうそう、あとクエイク2発とかで終わる感じだから、ここでもう折れないと1個目ね取られてましたね。もうあっちも守れば勝ちって思ってたかも、ね、うん、守れば勝ちと思ってたらね、もうフリーズポイズン、いやいや、いい、ね、いい決まりですね。これはここは1本目取って本当に安心、1本目取って鬼よかったな、鬼よかって、まあ、僕ら的にはこのキョスケオグが結構自信があったんで、まあ普通にね、うんうん、この後もね
連投するんですけどね、まあね、はいっすって感じで、まあまあまあ、でまあこの後に 1v1 で 1v1 で最後キングオブヒル、うん、で決勝なんで、その BO5 なんですよね、形式が、ね、いつも3セットで2セット選手が勝ちなんですけど、決勝は5セットのうちの3セット選手が勝ち、はい、で 2v2 1v1 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 で最後に KOH 勝ち抜きね、なるんですけど、まあ、僕は、僕はというか、まあ、ルールとしては、ルールとしては 2v ルールとしては、まああれです、まあ、1v1 に2回同じ人が出ることが可能なんですよね、2セット目4セット目っていう、そう2-4に同じね、まあ、それがゲームイズだったんですけど、その KK 選手が、ね、2セット目と4セット目に出るっていうので、うん、まあもう本当にシングル鬼強いし、ヨガポの選手ももう勝率結構いい、かなりいいよ、ね、うん、かなりやばいね、こっちに比べて圧倒的にね、そうだからね、こどんないといけないしっていうのね、まあ、僕は 1v1 にな、別に出ることは可能だったんですけど、まあ、今回は出なかったんですけどね、はい、別にでも最後にねキングオブヒルイン ねそう出たね、それはちょっとね、まあ、今回の動画ではないかもしれないですけど、また次のね、次の動画ね、多分後日すぐ上がるんでね、熱々のね、まあね、熱々、はい、というわけで、まあ今日はね、ちょっとこの動画は 2v2 ね、メインで、はい、はい、やっていきたいなと思います。というわけで2本目、2セット目じゃない、まあ、2マッチ目、ここさっき言ったように連投、うん、そうですね、僕らも連投で相手も連投してきましたね。で僕ら的には正直勝てるとは思ってたんですけど、まあ、やっぱギリギリだったから、まあ、負けてもおかしくないっていう感じですね。あっちも同じような考えが、うん、でしかも、 もうこっちがフリーズを持ってるのがバレてるんで、ちょっとね相手の立ち回りがね変わってきてますね。ここからもうまいんですよ ね、そうトップレベルの 2v2 あっちもこっちも、うん、でここはここでもうミニペル守ってるんで、この次のゴーレがこっちからしたら鬼つらいんですよね。キョスケとミニペル守ってるんで、次は本当だったらインフィルムタワープラスの他で守れるんですけど、あークエイククエイク、そうクエイククエイクで突破されちゃうんで、ここでもうどうにかねカード回してもう一回ミリペル守らないといけなくなっちゃうんですよね。おっとフリーズ、そうライキさんのね、もう序盤からもうガン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 フリーズで、ここ僕雪玉打ってたらな、もうちょい入ったからねよかったんですけど、ちょっと防衛のこと考えすぎて、まあ、確かにゴーゲムがもう来るもんね、うん、でここはそうインフィルムタワー出さずにもうね防衛ポイズン発見、そう、うん、そうユニットでね守るっていうのをしたんですよね。でもこのゴレがな一発入ったら鬼いていいっすよね。ここまあコウモリ、うん、コウエはすっかり、うん、でその相手のデッキの特徴的なのがその雪玉もザップもないんですよ。あだウッドタレなんですよこれ。これはそのまあ僕たちがラバーをあんま使ってないチームとして、はいはいはい、しかも僕らのペアとしてもあんまラバーを使ってないのと、しかもナンバーワンでそのランバーバルーンね、結構環境の、うん、よく見るやつ、そうよく見るね、バルーンデッキに絶対入ってるんですよランバーって、基本ランバーなしのバルーンっていうのがあんまないんで、はいはいはい、ほぼないだから、まあ、これね雪玉とか入れる必要がないんですよねバルーンがいないから、あだからしっかり多分利口を固めてるんだと、まあ、枯渇効果にも、そうですね、僕ら結構枯渇も使うので枯渇でも逆に強くなるしっていうので、まあ、このスペル採用結構すごいなと思いましたね。まあでも今回結果としてはおいしかったあーいやまあそんなだそんなだ、ね、別に美味しくもないって感じだね。まあじゃあ相手いいスペック買いよう、うん、511なんてね、そうホバがすごいうざいんですよ、ハイボールがなくて、そう得せなくて、ここだーちょっとあれですね、ライクさんの話してたのがやっちゃちょっといやーやったなーでもここではちょっと負けたかなっていう感じのねちょっとお互いに悟りましたね。まあ、まだ参るんですけど、ちょっとねフリーズも使って雪玉も使ってほぼ一発しか入らなくて、ニゴレ来てこれ相手分かってますね、このゴレのプラス光栄じゃなくてニゴレプラス、うん、ニゴレでしっかりこの攻めるっていうのが僕らが一番やられて嫌なんですよね。そうなんだ、 1V がっかやっぱ光栄追加、ね、光栄追加なんですけど、キョスケで光栄やっぱ飛んじゃうのと、1ゴレだったらやっぱミニペとか溶かせるんですけど、ニゴレだとこれ溶かせないんですよね、このミニペをホバで抜かれてやっと、そうこのゴレがそう残っちゃうんですよね。で施設置いたとしても結局肉絵でプラスダメージも与えられてゴールも突破されちゃうんで、なるほど、そうこのニコレプラス光栄薄めのねホバとかベビドラだけで気持ち攻めてくる、この攻めが鬼うまかったですね。まあ分かってましたねさすがに、やっぱりうまい、うん、ツービツならではのやっぱその戦い方をちゃんと知っててうまかったですね。ここはちょっとやられたなって感じで、
まあここ一勝一敗。そう、一勝一敗ですね。ちょっと緊張しましたね。もう本当に見てる方もやっぱ2ビートっていう、うん、本当にそう俊介か。ヤキちゃんね、ヤキちゃん。因縁、因縁、因縁っていうか、まあ、去年はね、あの去年はもうゲームイズ VS コモスだったんですけど、僕はその時ファブゲーミングだったんで、その時は焼き鳥とそのなんか 2v2 の MVP で、そうここで去年も韓国の決勝、はいはい、で、そうでも僕らは試合はなかったんですけど、なんかその表彰 MVP の表彰っていうのでこのスタジオにね呼ばれたんですよね。この後に表彰だったから、うん、見においでみたいな感じで、まあ、招待されて、今焼き鳥君とそうこの、あの観客席でね焼き鳥と2人でこう見てたんですよね。これ去年この席でやばいな、まあ、実際ね今回そう来マジで来年立ちてえなーっていう話をねしてたら、お互い敵同士でね、敵同士で立ってるっていうね、うん、まあもう去年が考えなかったよね、うん、立てたことは嬉しいですけどね、お互い敵チームでこう一緒にバトルやるっていうね。やばいね。だから僕こうちょくちょくねこのワンちゃん焼き鳥と目が合うかなとか 見るんですけど、なかなか目が合わないなって。いやもう会う時もあるんですけどね。ちょっと嬉しいでしょやっぱり、うん、会うと。そう目が合うとね、若干気にするね。そうそうそう。いやこれな。ここね。まあ、めっちゃ緊張してるほどではなかったですね今回のなんか決勝的な。めっちゃそうめっちゃ楽しかったですね。いやちょっとでも僕もやっぱワクワクは強かったな。うん。って感じで最後のセットですね、はい、まあここデッキは変えましたか。デッキは変えましたね。さすがに3連投はまあなるほど、まあ違うデッキで、違うデッキもやっぱ準備してたんで、ここでラバですね。その相手がやっぱずっとゴレだって、空の雪玉とかなかったんで、うん、これでラバ準備してたのを持ってきましたね。でここのキョロイの受けもちゃんと縦線で横にずらしてもらって、ミニペで僕はミニペでね、まあ、横から投げるっていうね、こういうのも事前にねやって、まあメガゴだけ犠牲になる感じですかね。ここも公園もまあまあつけて、まあそうだね、相手もでもほどほどに、まあ、勢い雪がまくか入れかり、うん、そうだ、相手もデッキを変えてきてて、キョロイにね、うん、キョスケロージャーにしてますね。僕らはそれしてラバデッキで、まあなんだろう、お互い僕らもレイジ入ってる、お互いレイジ採用ですね。あのなんでこのお互いレイジ使ってるかっていうと、その、うん、ランバーがいるデッキに基本フリーズが入ってくるんですよ。高回転ホグだったり、はいはい、まあ、ランバーバルーンだったり、うん、ランバーデッキにフリーズが合いやすいんですけど、そのランバーがいないとほぼほぼフリーズが結構少なくなるんですよね。あ、ランバーのレイジがないから、そう、はいはい、だからそのレイジのメタカードがフリーズ、はいはい、レイジのメタカードがフリーズ、はいはい、そう固めで、だからこそレイジが強くなるんですよね。そのランバーのレイジが、あ、なるほど、ランバーがいなくなったことによってフリーズが基本いなくなる、そしてレイジが強いっていうのがあるんですよね。だから、まあ、レイジは結構トップ環境であるから、そう、お互いレイジ採用してますね。ここ相手極気で攻撃を受けましたね。これめっちゃ美味しい。この強気はすごい助かりましたね。僕らからしたら別にもう何の被害もない。僕剣国とは一緒に見てたんですけど、剣国が美味しいって言ってちょっとそういうことしか言わねえからな。まあまあこういうことはあるんでね。でここはまあ相手が後ろから組んできたのに対して、また後ろからね合わせて、まあ、正直守りたかったですねこれで。ここ相手が逆サイ見てきて、でライキさんがこれ真ん中ババしたんですけど、はい、僕はワンチャンライキさんこのババやらかすだって分かってたんですよ。もうここを見て、そうだから僕はライキさんババお願いって言って、多分やらかすかもなと思ってビリビリをねちょっともうそう一応構えてシュッて、ああまあまあまあ、あ全然全然、やべやべやべ、また見てきちゃう、そう全然ね、ちょっと察してましたね。なんか雰囲気ちょっとなんかなぜか察しましたね。これはもうすごい。でもその代わり1個落とされちゃってね、ちょっと辛かったんですけど、でここの防衛も普通だったらめっちゃ防衛しちゃうんですけど、ここで相手防衛しすぎないでいい感じに挙動して、ここでラバですね。曲気が入ってたら終わってましたね。ここで無理に攻めすぎ、あの守りすぎず、このカウンターにつなげるため、つなげるのがすごい大事ですね。 2v2 でもやっぱその防衛しすぎないっていうのがすごい大事で、まあ攻めが入り口を残すという、うん、でここは攻めるんですけど、インフィニタワーがやっぱあるんでね、ちょっと突破できないんで、はいはい、でここでこの状況で真ん中距離されたら僕ら100守れないんですよ。だから攻めて、でここで
そう、もう防衛フリー大事だ。これはもうね、言ってましたね、僕は。もう攻められたら、ま、守れないんで、ライキさん、ラバル、ラバルって言って、ラバル組んで、棒振りだけ構えてくださいって僕はもう言って、もうここ、もう棒振りだけ構えていって、もう、守って、バグも入って、そう、もうね、見事勝利。お互いがね、ライキさんがたまに俺にこうしろ、こうしろって指示してね、僕がこうしてくださいってこう指示してね、お互いがこう、めちゃくちゃ指示してね。コミュニケーションはあっけ、7勝0敗。7勝0敗ですね。すごい。まあ、シーズンは。まあ、7勝0敗で終えて、マジで本当にやばいね、まあ、こんな無敗で来れるとは正直思ってなかったんで、だって運が良くても1回2回負けると思うんで、まあ、すごい、まあ、ついてたなっていうのもありますね、まあ、実力もやっぱり、いやー、そう本当に強いおかげでこの舞台まで来れてるっていうのは否定できないんで、よかったですね、本当に感謝してます、はい、ってな感じでね、まあ、今日はね、つぶつぶになっちゃうんですけど、まあ、勝ち抜き戦も勝ち抜き戦ね、多分明日上がると思うんでね、あちあちなんで、あちあちのね、僕の勝ち抜きをね、見てもらえればいいかなと思います。はい、というわけで、はい、今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。では、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。